野崎チャンネル。ジョッ。さあ、ということでですね、まあ今日朝ね、今もう皆さんもご存知と思いますけども、まあ報道がありましてですね、日本ハム中田翔が、まあ巨人にね、まあ無償トレードっていうね、ところの情報が出てきてますけどもね、まあ本当に数日前にね、日本ハムは栗山監督がね、まあこの、今ね、この状況で中田翔がね、このチームでいて、まあそのまま野球を続けるのは難しいだろうっていうところでね、まあトレードっていうところのね、報道も出てましたけども、8月末日がね、トレード期限っていうところで、まあ時間がない中で、まあ今回ね、トレードが発表されたっていうところでね、まあ巨人っていうところになりましたけども、今回の状況で言えば、今中田翔ね、結構年俸高くて、まあ取れるところも限られるなっていう印象もありますけども、まあ2019年からね、3年契約を結んでるっていうことで、今年でね、その複数年契約が消えるっていうところと、まあ中の情報まではわからないですけど、ひょっとしたら今年の年俸分までは全部日本ハムが払うっていうね、形を、取ってるかもわからないですけども、まあトレードがね、まあ行われたっていうところですけども、まあこれはもう、まあ、日本ハムにとっても、中田翔本人にとっても、非常にポジティブな、まあ良かったトレードなんじゃないのかなと。まあ中田翔にとっても、まあね、事件がね、どこまでどう行われてどういう問題なのかっていうのは、正直詳しいことが全くわからないんで、それに対してね、ああでもない、こうでもないってなかなか言える状況ではないですけども、もしね、まあそれが小され大きかれね、まあ問題になってるっていうところでね、考えると、まあそのね、他のチームメイトもそうですし、まあ本人もそうですけども、まあ今後ね、まあ謝罪とかあったにしろ、居心地がね、まあいいとは言い切れないですよね。まあいろんないざこざがある中で、今日本ハム自体もチームも6位とね、低迷して、もうなかなかね、A クラス入りも厳しい状況になってきてで、まあチームも一新しなきゃいけない。でね、報道によるとね、原監督の発言じゃないですけども、来季からね、稲葉監督が誕生するんじゃないのかっていうね、このこう変わり目でもあるっていう状況の中でね、まあお互いその、チームでね、こうスムーズに野球ができないっていうところを考えるとね、まあ心機一転環境を変えて、本人もやるっていうところでね、またまっさらな気持ちでできるっていうこともあるし、チームとしても残された選手たちがね、そういういろんな気を使うことなく自分たちの能力をね引き上げていけれるっていうことを考えればね、まあチームにとっても本人にとってもお互い良かったのかなと。でまあ行き先がね巨人っていうことになりましたけども、まあ今後ね、この使われ方どうなんだろうっていうところを考えるとですね、まあ昨日は試合いなかったんですけども、まあ一昨日の試合でね、ファースト中地が入ってね、複数安打といい形も出てますし、まあもちろんね、外国人選手がね、帰国したり怪我してしまったっていうところで、想像していたチーム戦力からするとね、巨人はなかなか厳しい戦いになってますけども、今現状でもね、まあ1位を狙える A クラスね、阪神、巨人、ヤクルトの三つ巴でね、戦っている中で、まあ、足りないピースを補うっていうところでは一つのピースとして、いないよりね、選手層っていうのはいる方が絶対いいんで。でもその中で簡単に、はい、出場できますっていうような状況じゃないし、ポジションもそんなね、空いてないかなと。だから今登録されてるメンバーで言うと、まあ、広岡と代打争いなのかな、みたいなね。まあ、セカンドが北村、広岡が入る可能性もあるし、まあ、そこら辺の、だからまあね、原監督からすれば、多分、まあ、移籍したからって、はい、どうぞ簡単に一軍っていうところはないと思うんですよね。まあ、巨人のチーム状況とか、チームの歴史、チームの風土とかを考えると、その、結果も出さないのに、一軍にずっと居続けれるっていう、その、甘い組織じゃないんですよね。まあ、FA 選手であろうと、高額年俸選手であろうと、結果がね、出なければ、容赦なく二軍に落とされますし、そこで、いい形で調整できなければ一軍に上がってこれることもないし、まずね、ここのサバイバルに、入るっていうところでね、本人にとったら新規一点本当に野球にね、打ち込める環境ができるんじゃないのかなと。あとジャイアンツはね、茶髪髭禁止だったり、そういう身だしなみっていうところでもね、非常に厳しいルールがあるので、そういったね、普段のことから一新して、こう、習慣を変えるっていう部分では、まあ本人にとったら非常にいい球団にトレードになったんじゃないのかなと、思います。でね、これはまあ、いい悪い、ありますけども、まあ僕自身もそうですけども、まあずっとね、同じ球団にいて、実績も残して、どんどんベテランになっていくとですね、これはまあ一般社会のどの会社でもそうだと思いますし、皆さんももしかしたらそうかもわかんないし、皆さんの会社の中でもそういう感じがあるかもわかんないですけど、ずっと一緒にいたらね、その慣れてきたりとか、なーなーになったりとか、そういったところがね、ちょっとこう、精神的にもメンタル的にもね、こう環境的にもね、こう緩くなっていくっていうところがね、まああったのかもしれません。で、まあ今回の、まあ、件で言うとね、その、中田本人だけじゃなくて、やっぱチームのね、日本ハムっていうチームの責任も結構大きかったと思うんですよね。
まあその、あの事件が起きてからね、他に動画、ツイッター、まあ今話題になってますけども、いろんなね、問題が出てくる中で、そういうのをね、まあ周りが見ながら、それを黙認してたわけですよね。で、そういうことが起きた時に、で、こういうことが起きたっていう大きな問題になったことで、ちょっとしたことはずっとあった中で、それを容認したことで、今回の件が起きたっていうね。まあもちろんね、事件を起こした中田本人がね、まあ一番反省しなきゃいけないことでもあるし、まあ暴力はね、絶対いけないことでもありますけども、そういう環境を黙認して、容認して、それが何々になってきたっていう組織として、やっぱ改善していかないと、またいろんな問題がね、出てくると思うんですよね。だからその組織自体も中田本人にだけに責任を押し付けるんじゃなくて、もう一回チーム全体を変えていかないと、監督コーチにしてもね、ベンチ前で起きたこととか、ベンチ内で起きてることとか、ちょっとね、ちょっとしたことがね、こう大きくなっていく。でもそのちょっとしたことを周りでね、笑いながら黙認してきたっていうところはね、非常に組織としては問題がね、大きいことだと思うんで、まあね、もう起きてしまったことはね、まあ仕方ないっていう言い方じゃ済まされないかもわかんないですけども、まあ今後の未来に向けてね、ひょっとしたらね、監督変わったりとか、新球場できるっていうところでね、また体質から変えていかないとね、いけない問題じゃないんじゃないのかなと思いますしね、まだね、中田翔としても、まだね、頑張れる力もありますし、まだまだね、吹け込むには早いっていうところもあるんでね、そういったこう環境を変えることによって、真摯に野球と向き合って、自分の能力をさらに引き出せるっていう環境ができるっていう部分では、まあ非常に良かったかなと。で、まあね、正直トレードって言ってもそんな簡単に決まるのかなっていうところはありましたけども、まあ本人的にも球団的にもね、このまま出場停止っていうところが長く続いて、もやもやする中でね、右にも左にも行けない状況っていうところを考えるとね、スムーズに決まって、まあ良かったんじゃないのかなと。まあ応援してるね、ファンの皆さんとか日本ハムで残ってもらいたかったっていう皆さんにとったらね、まあショッキングなニュースかもわかんないですけども、これをね、機に本人は、頑張って行ってもらいたいと思いますし、まあ日本ハムはね、この件でまたいろんな反省もね、しなきゃいけないと思いますけども、そこら辺をね、しっかり真摯に向き合って、やって行ってもらいたいと思います。まあということですね、まあ今回こういう、動画になって、しまいましたけども、まあトレードはね、毎回言います。トレードはね、ポジティブ。このね、トレードを機に、中田がね、ジャイアンツに行って、まあ、そこ身だしなみもね、ジャイアンツのルールに乗っ取って、まあ、普段の生活からね、まあ、しっかり向き合って、野球に真摯に打ち込んでもらいたい。ジャイアンツっていうユニフォームの中でね、非常に、活躍する姿をね、見れる日が来るのも楽しみにしてますし、まあ、解説ね、そこをしっかりしていきたいと思います。まあ、でもね、こう、まあ、やったことはやったことなんでね、そこはまあ真摯に反省して、またね、前向いて、ね、セカンドチャンス、サードチャンスをね、未来に向けてチャンスをね、掴めるようなね、まあ日本もね、そういう社会にね、だったらいいと思うし、そういう風になっていってもらいたいんで、まあここからね、また一からね、真摯に向き合って頑張ってもらいたいです。で、2回目、3回目ね、同じようなことしないようにしてもらいたいと思いますし、まあこの話のですね、もっと濃い、もうちょっと言いたいことあるっていうね、情報ありますけどもね、その情報は来週なんと、26日ですかね。たまたま札幌でですね、里崎生ライブ、トークライブがあります。そこでですね、ご来場の皆さん、もっと詳しい話を、そこでやりたいと思いますので、まあ、あとはね、まだ全国ツアーありますから、皆さんもぜひ、そのツアーに参加してください。もっと詳しい、面白い情報をね、伝えたいと思います。ということで、今回は以上となります。中田翔、ジャイアンツ行っても、頑張れ！ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還。